市長の畠山稔です。市民の皆様には新型コロナウイルス感染症対策について多大なご理解とご協力を賜り心から感謝申し上げます。この度緊急事態宣言が延長されました。上尾市の感染者数は年明け以降も増え続けており1月末で559名に上っております。私たちは感染を減少させる流れを確かなものにしなければなりません。市民の皆様には繰り返しのお願いになりますが不要不急の外出の自粛やマスクの着用など改めてお願いいたします。ワクチンについては一日でも早く接種できるよう鋭意準備を進めているところです。苦しい状況に置かれている市民や事業者の皆様、そして厳しい環境の中でも医療や福祉現場で昼夜を問わず懸命に働く皆様に思いを寄せ、緊急事態宣言を一日でも早く解除できるようさらなるご協力をせずにお願いをいたします。